トンも収めることができません。接近するとこのように安全に距離を潰していきます。トンの落ちです。待ちまーす。試合は中盤第5ラウンドに入っています。ファイティングアンドさん、ここまで第5ラウンドが進みましたが、チャンピオン本能の人、そうですね、ペースとしてはペースですね、今ね、はい、非常にですね、ジャムがやっぱりすごいですよね。あのジャムがですね、こいつこつくつくだったら一回一回帰ってきますから、ね、はい、だから思いがありますからね。浜田剛さん、実際にそのあたりチャレンジャー、コージャーさんはやはり苦しんでますか？まあ、ほんの少しですね、まだのダメージもあるしね、そこ結構そこのシーンがあったのでですね、まずコンボのジャブをどうしてしまうかね、はい、ということですね、真ん中を締めてあったんですけどね、ただ本間もこの締めてきたところをまたかぶせてますよね、いつまでにスムーズにとね。そして第1ラウンドからこのアシステップワークが止まりませんね。ですから、有沢が打とうと思った時にはその場所にいないという状態で作るのでね、打たせずに打つ、その理想のボクシングを完成させようという本間信人です。はい、調整したコーナーなんですが、はい、当時有沢はインターバル中終始目を閉じてダメージを取ることに集中していました。そしてセコンドは腰が上がっている、だから重心を落として戦いという指示を出していました。合計11回の防衛を重ねていきました当時有沢、そのうちに体のあちらこちらに故障が生まれることになっています。ここ最近の数試合でなかなか本来のパフォーマンスを見せることができませんでした。しかし徐々にその傷を癒えてきて、体調は上り調子に来ていると話していた当時有沢、ただしかし試合前に苦手なタイプと話していた本郷信人の前になかなかまだここまで本来のパフォーマンスを見せることができません。これまで34点30勝22 KO というハードパンチを持っている当時有沢、何度も何度も不利な試合をひっくり返してきました。あ、しかしここはアウトで向かいドラッチ本郷信人だよ、右のフッキもう一度内容します。それからのコンビネーション、まだ無理をしないですね、もっと攻めればダウン取れたところではあるんですけどね、冷静な試合運び、決して自分のボクシングは派手なボクシングではない、倒せるボクシングではないかもしれないが、しかし冷静に見ながら、そして狙っていくカウンター、しっかりとそのスタイルを確立させていきたい、そして世界をと話している現日本世界 WBA スーパーフェザー級7位の本郷信人です。やっぱり無理しなさんね、チャンスを掴んでますね、はい、最初のジャムではですね、やっぱりリストが分かったら相手が来たところやっぱ追い込んでますから、非常にその時ですね、本来ならこの回も行ったんですけど、この回行ってね、はい、倒してもらえちゃうんですけどね、随分今聞いてますね、アルファ聞いてますが、はい、本郷が数をまとめれば今ダウン取れる状態はありますね。冷静な試合運びをしている本郷信人、しかしな、はい、このコーナーから、この間に半分出てますね、あ、そうですか、ジャムからワンツーワンツー、ここまで思い切って振っていけという指示が背中の下の体から出ています。本郷自身がちょっとブレーキかけてるのなんですね。あ、そうですかね、今行けばですね、バウン取れる状況ではありますよ。右ストレートは当時有沢です。高橋さん、はい、やはり右ストレートはとにかくやはり警戒だという田中トレーナーの話を受けて、おそらくちょっと慎重になっているかと思われます。その指示は変わりませんね。そうですね、逆転の有沢、ここまで何度も苦しい場面、右ストレートで折り返してきました。34戦でまだ負けはわずかに2回です。今日は挑戦者、その気持ちで臨んでいます当時有沢、11度このタイトルを保持したことがあります。挑戦者として強いチャンピオンに勝ち、もう一度自信をつけたい、そう試合前に話していた当時有沢、その右ストレートで試合の流れをもう一度変えることができるか。バッティングアウト、ここまで当時有沢は開封されていますが、そうですね、非常に頑張ってますからね、はい、やっぱりもう少し手を引いて、手を引いてですね、やってますか、出してほしいですね、はい、相打ちでもいいですよ、パッチありますからね、この当時有沢はこの相打ちで出してくる右ストレート、このパンチが一番怖いと話していた坂吉さんのトレーナーなんですが、まだその右ストレート出てくることはありません。やっぱり何もなんですね、はい、足が止まってないですからね、やっぱり最後の動きが早いですからね、はい、このステップがですね、決して第1ラウンドから止まることはありません。左へ右へ、そして前へ後ろへ、その距離を確実に測っていきます。相手に打たれないポジション、自分が打てるポジション、そのポジションを正確に冷静に測っていくチャンピオン本郷信人、その姿勢は第1ラウンドから変わりません。残り20秒を切ります。第8ラウンド、待つ、
右の下レーザー、東海沢今日3度目のベルト獲得を狙っています。スーパーフェザー級で3度ベルトを獲得した人はいません。右のストレート、右のストレート、強烈なパンチ。もう一度このラウンドもあくまで冷静、距離を取ります。ポジショニングをうまくやります。そして冷静にジャブを当てます。試合が何度進んでも、何度防衛を重ねても、その冷静なスタイルは変わらない。現在世界ランクは7位まで上昇してきています。世界を見据えるために倒すボクシングではなく、自分の本来のボクシングを完成させる、それが世界への道につながる。そうしました。このオリジョン、しかしここは工事アレタの右のストレート、右ストレート、今後を返す。今日の試合、尊敬するボクサー工事アレタ選手、この工事さんを倒して世界のステップさらに進んでいきたいんだと話していた今後のオリジョン。一方、挑戦者として強いチャンピオンを倒し、自らの自信にしたい、そう話していた黒いトランクス、チャレンジャー、コージアリファ。このラウンドに入って、さらに前へ前へと前進すべき気持ちは変わりません。さあ、残り1分を切りました。マイケンガノさん、やはり勝負は、対応して変わりませんね。そうですね。今日もやっぱりですね、はい、理想的なボクシングやってますね。本能は無理をしません。オーケーマッチ、右のストレート、右のフック、本能の人コンビネーションで、はい、ちょっとしてもいいランニングを出せますね。本当に行きますね。チャンピオンパンにある日本スーパーフェザー級タイトルマッチ、最強の挑戦者を迎えているこの試合で、国内最大の壁、本能の人です。本能の人ですね。ゴールライフォールの挑戦者、最高で狙っていく、両者の態度の気合を見せる、前に出ていく、ゴールライフォール、ゴールライフォール、そこに応戦する本能の人、打ち合いになった、打ち合いになった。